第五町中心街と九時川第五町は、茨城県北西部の県北地域に位置する町。福島県や栃木県と県境を接する。町は九時川上流の奥九時地域の中心であり、食品、観光業や和紙原料の那須町で知られる。かつて4万2000人を超えた人口も今は減少が続いている。茨城県北西部の観光と農業を中心とする町。 町中央部に九時川が流れ、並行して JR 水郡線が走る。町北部には闇溝山や交差山、町南部には南大山や生瀬富士がある。標高120メートルと比較的標高は低いものの、盆地でかつ、晴天率が高いため冬の朝晩の冷え込みは、周囲と比較しても大変厳しい。1月の平均最低気温摂氏5.5度は遥か。 北に位置する岩手県森岡市とほとんど同じで南東北平地の多くの雨出すより低く関東地方の平地に位置する雨出すとしてはずば抜けた低温となっている。九時川でシガが見られるのは第五町、福島県山釣町付近だけであり、この付近で周囲と比較しても特に安定して厳しい冷え込みが続くことを示している。しかし日中は 他の関東平野部と同等に日射のため摂氏10度近くまで気温が上がり暖かくなる。また夏は猛暑日を記録することも多いが熱帯夜は稀で過去に数例しかない。このように比較差の非常に大きい気候が特徴である。袋田の滝、月町の滝くじ川のがありがとうございます。